これ以上近づいてこないでください。え、10秒でわかる企画説明。どうも、戸玉たまこです。石狩あかりです。ゲームやるぞ。はい。ゲームはギャングビースト、はい、探偵戦士で勝負、はい、負けたら罰ゲームで激辛春雨エンド食ってもらうぞ、はい、やるぞ。はい。ハンバーガーだ、美味しそう。お腹減ってきましたね。これ待って、青色の具材って何ポジなんだろう。え、青色はあれじゃないですか。え、ゲロ専門。やめろよ。はい、やるぞ。さあ勝負の時間。ありがとうございます。危ねー。ほら、それ道の譲り合いって人として大事だと思うんだ。ほら、うがー、猫パンチ。いけ、こ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 け、やんのか。ほら、そらレベルの低い声真似をちょっとさらってやってしまいましたね。お、なんだここ、なんだここ、なんかめっちゃかっこよくないですか。工場じゃないですか、この工場、廃棄工場なのは。こっち、あ、これ降りれるっぽいですね。降りますか。ちょっととりあえず降りてみますか。俺仕事の時間だぞ。お前ら働け、お前働け、働け。おはようございます。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうも。あ、今日もご出勤ですか。逃げるな逃げるな。俺はこの燃え盛る炎の中に。やっ、男気大事。男気じゃないです、私は女です。いいんだよ、かっこよかったらそれで。やだ、お焼き鳥にしちまうぞ。このやっぱ、なんとこれ、そんなこと言ったらたまこ焼きだ。たまこ焼きってなんだよ。あ、ちょっとダメ、もうほら、もうダメでしょ。逃げ腰じゃダメですよ、石狩さん。そんなじゃいつまでたっても成長しないんですよ。なんだとこれ。ほら、ちゃんとこっち側に来なさい。ほら、ほら、そうそうそう、ほら、はい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 、ほら、すぐそっちに逃げたがるんだから。知りたくない、私は知りたくない。熱い、熱い、熱いよ。ハンデを与えただけですよ。じゃあ今から本気出してくださいね。任せろ。あ、こ、いた。いいクリーンヒットですね。クリーンヒットしましたね。お前容赦ねえな。ちょっとあの、ちょっとチャートね、あのこのステージですね、皆さんきっとやってると分かると思うんですが、はい、ねえ、ねえ、ね、最大難関が残ってるんですね。そう、これ、邪魔者が現れちゃうから。そうなんですよ。こっち、こっちとかで。そうですね。オッケーオッケーオッケー。いいよ、いいよ、ちょっと一回一回共同しよう。わかりました。一回いくよ、せーの。おやおやおや、もう一回早くしてくださいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、先輩、いけないの。ないよ、なんかいけないの。やった、これはやばい。嘘だろ、お前嘘だろ。一緒についてきてくれないですか。嫌です。はい、さよなら。落ちろよ。もう私、わたーわたー、お前がやばい。これ以上近づいてこないでください。え、あ、だるまさんが転んだしよ。いいですよ。だるまさんが転んだ。振り向くの遅いです。だるまさんが転んだ。振り向くの遅くないですか。だるまさんが転んだ。先輩、だるまさんが転んだ。先輩落ちますよ。だるまさんが落ちますよ、先輩。あ、はい、はい、負け、動いた、動いた、負け、ま、負けとか関係です。負けなんだよ。これだ、この、ま、だるまさんのルール知らないのか。私とだるまさんが転んだすると高くつきますよ。お、いくらだ、いくらだ、払うぞ。500万、たっけーな。もうたっけーんだよ、お前。私は高くつくぞ。いや、私、じゃあ600万。あー、待って、誰ですか。夏希先輩ですか。おい、夏希に謝れ。はい、ということで、はい、今回は先輩が持ち込んできたペヤングを先輩が食べるというオチです。もうね、女に二言はないので食べたいと思います。じゃあ、はい、美味しくいただきます。はい、美味しい。うえー、罰ゲーム。
ちゃ辛いですよこれ、やば。はい、ということで、はい、青切高校ゲーム部音玉たまこと石狩あかりでした。バイバーイ。食べる？嫌です。1,2,3